エリーザベト・ゾフィーの肖像を描いたメゾチンとクリストフ・バンゲルが1710年頃エリーザベト・ゾフィー・ホン・ブランデンブルクはドイツのブランデンブルク・シュベート辺境博化の公女。ブランデンブルク選定公、フリードリ・ヒビル・ヘルムとその2番目の妻でグリュックスブルク公、フィリップの娘であるドロテア・ゾフィーの間の次女として生まれたエリーザベト・ゾフィーとその同母の兄弟姉妹は 系譜上において、母、ドロテアの創設した、ブランデンブルクシュベート辺境白化に属し、イボアニのプロイセン王フリードリヒ一世とは系統を、異にするとみなされる。1691年4月29日、ベルリンにおいて、重慶のクールラント公、フリードリヒカジミールと結婚したが、1698年に、死別した。エリーザベト・ゾフィーは1七百年に大北方戦争の、 戦火を避け、幼い息子を連れて、イボアニのフリードリヒ一世の宮廷に逃れている。1703年3月30日に、ポツダムにおいて、30歳年上の、バイロイト編教博クリスティアン・エルンストと再婚した。すでに年老いていたクリスティアン・エルンストは、完全に年若い妻の言いなりとなり、プロイセンの総督と呼ばれるほど、ブランデンブルクプロイセンに従順な態度を示した。 辺境博はエアランゲン宮殿をエリーザベト・ゾフィーに与え、1704年にはこの宮殿を妻の名前にちなんでエリーザベト城と改称した。1712年にクリスティアン・イルンストが死ぬまでエリーザベト・ゾフィーは豪奢な暮らしを楽しみ、バイロイト宮廷の財政を著しく悪化させた。1714年6月3日にコーブルクのエーレンブルク城において、 ザクセンイコールマイ人間校、エルンストルートビヒ一世と三度目の結婚をした。1724年の夫の死後、24年間の家父生活の後に隠居所として与えられたレムヒルトのグリュックスブルクの上官で死去し、マイ人間の教会に葬られた。最初の夫、フリードリヒカジミールとの間に息子を二人儲けた。ありがとうございます。